はい、5月16日です、えー。今日はすごく天気が良くて、えー、バラ園の方もたくさんのお客様来ていただいております。えー、今日はあの布の入ったバラを紹介いたします。じゃあ,あのいつもの布木きくんよろしくお願いいたします。はい、はい、本日、えー、ご紹介するバラはクレナイという品種の、えー、バラになります。こちらクレナイという名前の通りですね、えー、花は、まあ、本当にあの真っ赤でですね。 中のしべの黄色のコントラストが非常に美しいバラとなっております。フロリバンダの咲き方なのでこういった形で一輪、1つの枝から複数の花を咲かしてブーケのような中輪さ咲きの品種となっております。こちらの花も美しいんですが最大の特徴はこちら葉っぱに負が入るということです。 まあフというのはですね、あのよく観葉植物の、えー、ポトスですとか、えー、ベンジャミンなんかでよく見られますが、まあ、このように、えー、葉っぱの中に、えー、まあ、白だったり、えー、薄いグリーンだったり、まあ、模様が、えー、入る、えー、品種となっております。ですこちらはですね、あのそのフの入りを、えー、固定化した品種となっております。 まあ、バラはやはりあの花ばっかりにですね、どうしても注目されがちなんですけれどもえこちら、くれないはえ葉っぱでもですねあの、楽しむことができますのでえバラのですね、あのー、夏の時期なんかはちょっと花の数が減るんですけども、えー、こういった歩の葉っぱでも、えー、涼やかな印象を楽しむことができます。以上です。